ーナメント A ブロック2回戦5分2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー185センチ 98.5キログラム、ランディ・クーター。赤コーナー191センチ 103キログラム、柳沢龍心。これが第11試合になります。ランディ・クートワー対柳沢龍志。柳沢1回戦の緊張をね見事払いのけまして、はい、ジュリアスコフを下すことに成功いたしました。今回が問題ですね。そうですね、まあ、ランディちょっと今回タックル倒してパンチというような感じでですね、はい、手堅くじゃなかった感じするんですけども、試合開始です。金原さん、ジェレミー・ホーン相手にクートワーは延長戦まで行きましたからね。そうですね、先の試合でだいぶ消耗してると思いますね。さあその辺も加味して柳沢龍志の緊張の呪縛からも解き放たれた戦いっぷりも期待したいものです。いいよ、それでいいよ。柳沢選手は、おっと左、左のストレートは空振りです。そうですね、左肘ご覧ください、黒い肘パッドをしています。これで肘の攻撃は OK になります。お、引きずり落としてまいりました。さあクートワーの地獄の中に引きずり込もうというランディ・クートワー。柳沢が下にうつ伏せ状態になっています。サイドステップを効かせながら腰を入れながらのパンチであります。もう一回いきます。強いですね、パンチが、そうですね、この状態で何かこう腰でもグッと入っているようなそんな打ち方をしてみせますランディ・クートワー。もっともう一発、そうですね、あ、柳沢の顔が今苦痛に歪みました。そして首を取りに行きます。この辺の戦いプレーは熊子さん慣れてるんですね。やっぱりおっとおっとと首かかってますか。危ないところです。大丈夫だと思いますね、首は今解きましたね、はい。頭の状態、上昇の方に回ってきます。柳沢はディフェンスに走ります。もう一回足の中に相手の頭を抱え込むような格好になりました。上になっていますランディ・クートワー。柳沢はと腕を関節狙ってますね、あんまり見せたことないですけどね。上からだったらできるのか、結局それは諦めたようです。腕気をつけて左の腕を取りに行っています。この状態はあまり長く続けたくない柳沢龍志、できるならば立って戦いたいところでしょう。おー、アブロックですね、これ。まだ攻撃を仕掛けています。中に潜り込んでいきますか。抜けましたがバックを取られます。柳沢龍志脱出成功。しかしまた新たな穴の中に入っていこうとしています。十字が決まってますね。左の腕を引っ張り出せばクートワーの十字が決まります。決まりますか。だいぶ関節やってるんですね。さっきの試合でそんなに冷静ませんでしたよね、ジェレミー本戦では。待ってこの柳沢戦での兵器でしょうか。左の腕が足の間に挟まれて大丈夫になりましたね。伸ばされてあそこでうっと決められるところだったんですけども、三角の状態になりつつあります。すごいですね。入り始めてますね。苦しいぞ。柳沢非常に苦しい状態になっています。多分足の力とかすごいですからね。ですよね、はい、あの延長戦まで戦ってこのパワーを蘇らせてまいりました。ちょっと首下で、あ、首は取られているんですか。これ足、腕ですね。腕を取られて、はい、抜けましたね。両方抜けた成功。逆に相手の足、両足を取りました。追いかぶさってます。でもあのクートはもうこれ充実感みたいなのが来てますね。そうですね。さっきの人は随分違いますよね、はい、別人のクートはここに出現したようです。2回戦、さっきはまだ記憶に残っているところでしょう。ジェレミー・ホーン戦、あの延長まで戦ってようやく勝ったというランディ・クートは、歓声が湧き上がっています。あれ、また腕を取ろうとしています。これ金谷さん、何しようとしてるんですか。あの腕を、脇を入れて上体を持ってくるようにしてですね、それで腕狙ってるんですね、はい、ここからアームロックとか出そうとしていますね。すごいね、ちっこい動きですね、クートはこういうことだとは思わなかったですね。投げた、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 投げた
今上になっています。いいよいいよ、大丈夫大丈夫、焦んな焦んな、頭上げて。まだ腕を下から取ろうとしているランディ・クートは1ミリ2ゴー、足が立ってきますね。いいよいいよ、ほらほら、じっくり、柳さんが上でじっくりとセコンドからも声を聞きながら戦い続けています。相手絶対きついよ、OK、中腰になりました。一発いったか。そう、相手きついよ、絶対相手きついから。足がなかなか邪魔です。チャンスかかる。そうだ、足をなんとかしたいところですが、なーっと入れません。パスは結局、おっとサイドに行きました。そして足首が止めた。さあ、この足首で決めることができるか。残り時間30秒、足を抜こうとしています。逆に胴に回してきました。バックが危ない、バックが危ない。スリーパーに忍び寄ってきます。あと20秒です、あと20秒です。相手手持って、決まらないか。十字ですね、向こうになる。少子のまだ十字、十字ですね。あーっと、第1ラウンドはタイムアップか。オッケー、あと5秒、7セコンド、あと5秒だ、聞いてくださいよ。そう、5セコンド、これは大丈夫そうですね。ここでブレイクになりました、ここでブレイクになりました。金田さん、どういう印象を受けました？1ラウンド。そうですね、あのクートアがですね、さっきとはやっぱり作戦を全く変えて、ましたね。多分スタミナの消耗があると思うんで、それで寝技に移動したんじゃないですかね。さあ、ラインランド5分、タックルいった、高いタックル、おー、ましたおー、大変できた、来ましたね、はい、大封じますね、もう完全に顔面に膝を乗せて、大いカプサ、うんと腕気をつけて、腕気をつけて、集中、顎引いてね、顎引いて、起こされました。またスタンディングです。さあ、柳さん、もう一度スタンディングの状態から戦い続けます。まもなく1分になります。左のミドル、左リードが当たったか。集中ね、集中、引かないよ。残り時間1分、残り時間1分になりました。両者とも苦しいですからね、この勝負ですよね。首を突っ込みながら、その首を表に出しました。起こします。横四方の感じになってきましたが、首を、首に手を回していきます。残り40秒、わずかな時間ですが、ランディ・クートは休みます。カメでもいいよ、カメになってもいいよ、カメになってもいいよ、残り時間30秒、上にやってまいりました。残り30秒、さあ全成功、いいボディブロー、アクション。ここでもう一回ブレイクがあるかもしれません。のしかかりながらのパンチ、パンチを続けます。あ、これはストップ。あ、しかしもうちょっと1回の攻撃ができますでしょうか。時間ほとんどなし、バッツーラー空振りだ、くぐられた。そしてこのアッパー、このアッパー、このアッパー、膝蹴り、今のいい、膝蹴り。ここで試合終了です。第2ラウンド終了しました。判定を行います。しばらくお待ちください。延長か、あるいは残り1分振られるか。20対18、ランディ・クートア、あー、クートアに投じました。藤原さん、ジャッジ太田、20対20、ドロー。おー、ドロー、もう一方で決まります。ジャッジ西、20対18、ランディ・クートア、クートアです。2対0、よってランディ・クートア選手の勝ちでございます。柳沢隆史、判定で敗れました。2対0、勝ちました。ランディ・クートア選手はグランドファイナルへの進出が決定いたしました。この2回戦と1回戦、戦い方を変えました。川上、それから体力、ランディ・クートアがその総合力を持ちまして柳沢を下しました。Like I said before, I mean, everybody here is confident. That's why we're here. We're here to win. It's still a fight. You never know what's going to happen. You have to prepare the best you can and go out there and let it all hang out. I'm confident that I'm certainly capable of winning this tournament. I just need to continue to learn and prepare and go out and fight. 正直一勝はしたんですけど、最後負けたんで、今日は負けた感じがすごいありますね。悔しいです。いろんな試合をやっていくってことは前から言ってますから、自分のプラスになるような試合であればどんなリングでも上がって、それでやっぱ実力なければやっぱこう生き残っていけないっていうことは分かってるんで、とにかく実力つけて頑張りたいなと思いますね。
またチャレンジしたいですね、リングスマットには。